ントで食べましょう。横断中の方はお急ぎください。まもなく信号が変わります。赤信号です。赤信号は止まれです。まもなく車が発進します。こちらは水素交通部です。ここ、スクランブル交差点、一日に約50万人の人が通行する世界一大きな交差点です。皆さんが交通ルールを守り、世界で最も注目されるクリアスクランブル交差点に行きましょう。横断歩道を渡るには3つのチェックが必要です。1つ目、車が来ていないかチェック。車がしっかりと止まったかチェック。横断中も右や左から車が来ていないかチェック。この3つのチェックを守ることで安全に渡ることができます。皆さん、自分の目で安全を確かめるようにしましょう。信号待ちをしているあなた、スマートフォンばかり見ていると他の車にもしかしたら巻き込まれてしまうかもしれません。信号は自分の目で確かめましょう。他の人に知られて横断してしまうとフライング横断になってしまうかもしれません。しっかりと自分の目で信号が止まったのを確認してから横断をするようにしましょう。まもなく信号が青に変わりますが、すぐには分かりません。車が止まったかしっかりと確認をしましょう。居酒屋とかコンビニとか青信号でもこのように人が多いと他の人にぶつかってしまうかもしれません。しっかりと周囲の状況をよく確認し横断をするようにしましょう。ここ渋谷スクランブル交差点、実際の青信号で約3000人の人が横断をすると言われています。油断することなく横断中も自分がよく確認をしながら
しいよ。これを買いよ。頭が美味しいジャイアントコーンと長い歴史がひっくり返った。こちらはシェーサーです。
お願いします。
恐れ恐れご協力をしていただいている中、交通安全にもご協力をお願いします。こちらは、スピーチです。